1、2、3、4。でも3小節のサイクルなので次がずれ込んじゃうんですね。4小節ずつなってるから、だからそのそこが難しいので、あのまずは1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、1、いっぺん4小節で1小節休みのをなんかやって、次は1回だけもう1回8を言うて、今度は2小節休みで、3小節だから2小節1、2、3、4、2、2、3、4、2、2、3、4、時点には3、2、3、4、4、2、3、4っていう、これで8小節を言うねっていう状態なので、結局惑星直列ぴったし小節の4小節区切りの頭に来ようと思ったら、結局あの3の倍数があの14回出てこないとあかんから、ちょうどブルースで12小節で1拍半の8つの塊を3小節のサイクルが4つ入るんで、要はまあ今度は数学的に言うたら なんですけど、12小節の中であの12小節ってことは要は48拍ってことですよ。で40、48拍の中で1拍半があの32個ってことですよ。48拍の12小節の中で1拍半が30に従って、要はぶっ続けていくと8回のセットが4セット、もしくはぶっ続けていくと32回連続カウント、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32って終わりですわ。まあ次また1ですわ。これで12小節って言ってるんで、でそこの1、2、3って言うてるのをまずブルースで1、2、3、4、3小節のバリエーション1回だけやって4拍休んでる、1小節休んでるけど、さっき言ったようにブルースで今度は次のセクションまでもう1回頑張る、1、2、3、4、3、4、2、3、4、2周期までやった、あともうその倍あるんですよ、で、ね、何が難しいかっていうと、ドラムの人は簡単なんですよ、まだドラムの人に悪いけど、これは撮影してる今、はい、ドラムの人はすんませんドラムはこのちょっとだけ楽なんで、ね、リズムだけがいけるから、そこに集中したらできるっていうか、コード進行のシンコペが関係ないのでちょっと楽なんですよ。で、あのベースやそのコード感のある人間はコードチェンジするものの場合っていうのはどっちにはめたらいいのっていうのが出てくるじゃないですか。一拍、半拍早取りする、半拍次の小節にかかっているものは早取りして手前の拍数のコードにする、もしくは一拍の場合はどっちにする、もう次のコーラスコードに入って小節に入ってるから、その小節は早取りじゃなくてその小節を遅れてジャンって出すみたいな、それの判断がどっちでも自由ですよね、引っかかってるところでギリギリなやつがあるので、まあ、明らかにその小説に入ってるものはそこですけど、次の小説に入ってるもので半拍だけ遅れてるものぐらいやったら、流れ上あの 早めにもうその音を弾いちゃうとか、もしくは遅れて弾くとか、これの判断が次の音に突っ込んじゃうのがいいんですか。僕は突っ込む方を選びますけど、でもそれね、もう僕も多分突っ込む方だと思うんですけど、ダンダンダン FFFDF ファンファン、あ、僕は遅れてますね。まずは
F が1小節だったら次 B フラットがキーが F のブルースやったら2小節目が B フラットありますね。その時っていうのはダン、ワン、ツー、スリー、フォーってなるから、ここで B フラット弾いてる。これの場合はその小節に突入して反拍遅れてるのでその小節のコードやとみなすから、そうですか。でそれはでも大体そうなりますわ。で結局ね、それの妙で一拍をどっちに持っていくかっていう風なことが巻き起こる瞬間とかが必ず1回2回起こってきちゃうんですね、コード進行の関係上。それとかまだこれ1小節で1個のコードならばともかく2拍チェンジしてる時に、時にはそのコードが半拍1回しか出てけへんかったりとかして、で本来2拍しかないところが3拍も弾かなかような結果のシンコペーションを選択したりすることが出てくるので、これで自分で弾いてて自分で分からないんですよ。聞こえてくるから、ハーモニーが。ハーモニーがなかったらまだちょっと楽なんですよ、あの小節感を把握するという意味では。でもコード感のシンコペがきっちりその尺子のように変わ、あの小節とまたがって変わるのは3小節周期の頭だけですからね。それ以外はシンコペしないと合わない立場になっているので、で特に2拍チェンジしているものに関しては難しくなりますね。だからちょっと自分なりに、あ、だからそれを例えばさっきの I Remember You なんかでやるとも、もっと難しくなるんですね。あの A' に突入しててもまだ4小節残ってるサイクルを繰り返している状態なので、これも12小節サイクルでやる場合っていうのは逆算して、あの例えばサビの頭に対してあの抜けようとするのを逆算する場合は5小節目からそれを始めるんですね。そうすると A'の残り12小節から A の後半から A' 全部を含めてサビの B に突入した時に頭にパーラ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 ーってなるっていうことを逆説していくから、一回始めたらそこまでみんなで頑張ろうぜみたいなのがあって、でフロントの人も結構ややこしいんでそんなやられるから、でドラムの人もこうやりながらもうそこでドラムはもう煽っていって、その B に突入する前からフィルインで盛り上げていってみんなで射精ですわ。ほんでもう2コーラス目には着床ですわ。着床もう着床したんやけどね。いや僕はもう僕もこうじゃないか絶対見せられへんだからそういうそのあのまあ理屈的には頭で終わらせたいっていう意識がある場合はそうやけど、実際には一拍か半拍のシンコペで引っ掛けりゃいいから、要実際には細かく出へんかったらどっから始めても別にいいわけですよ。近いところの近似値で遅れはあかんね、手前の方からもう行ったるっていう。例えばあのブルースでワン、ツー、スリー、フォー通じ合わせちゃったらいいんですよ。でこれはもう途中で これはその Gm7、G7 っていう旧 A 組の時のブルースのその3段目、ね、3段目に着地点を持っていった風にしたと仮定した場合ですよ。ちょっとあの話が、うん、あの どこでもいいんですけど、うん、まあ、そこを区切りにした場合にだから途中になるじゃないですか、きっちり Gm が頭になるじゃないですか。こう最後のブロックっていうのはあの333で、あの333で、あのこの9小節目3段目のブロックっていうのは3小節あるのの、その3小節あるのの3小節目のブロックを弾いてるから、3小節目のブロックっていうのはあの1拍遅れてるんですよ。あのね、1拍半の連続性っていうのは3小節のブロックで1拍半が頭から始まるもの、タン、タン、これはパターン1ですわ。パターン2は3、4、タン、タン、3、4、タン、タンっていうことですわ。半拍遅れて始めるもん。バージョン3は一拍遅れて始まるもん。ワン、ツー、スリー、フォー、タン、タン。この3つが連続時系列で並ぶと一拍半がずっとトリッキーに聞こえちゃう状態っていうことですわ。それからタン、タンっていう方とウタン、タンっていうやつと
うん、タン、うん、タンっていうやつのを3つ並べりゃ勝手にタン、タン、テートに聞こえちゃうだけであって、本人はワン、ツー、スリー、フォー、ファイブと聞こえない方がいいですね。それも含むけど、タン、ウタウンと、ウタウンタンと、うん、タン、ウタっていうのを3つやってるっていう風に、全然その一定のものをしてると思うからなんですよ。確かに違う絵面が並んでる状態やけど、人から聞くと、あの規則性のある別の次元のものが鳴ってるように聞こえちゃうんだけで、これ、それっていうのはそのよくあるんですよ。僕も当然あるんですよ。あの自分で催眠にかかってまう自分で分からないようになるんですよそんなんね、全然慣れてないですよ、僕も。いつも必死で、でも他の人よりもいっぱい挑戦するので、そっちの方がスリリングになるからとか、面白くなるからとか、この後のサビがふわって広げさせたいから、手前にきついドミナント状態を作りたいと。で、こういうのから始め、いろんなことをするわけですね。で、そういう時に、あの、ほんまに、ちゃんと感じてないと、わからんようになっちゃうので、あの、だから結構こうしっかりこう論理的なセンテンスで、あの、着眼して、そこを着眼して、あの理屈的にも分かってなあかんし、漢字的にもできないとあかんし、で要は両方が同居しないとサウンドしないですよね。なんか丸覚えした難しい漢字書くみたいな状態になってはいけないので自然に地味毛量って書けないと。ちなみに僕は書けません。もうさ、バラですら未だに書けないからね